ねるねるねるねは、1986年より、クラシエフーズから発売されている菓子。砂糖を主成分とした粉に水を加えて、ねるねるを作り、キャンディーチップや、チョコクランチをつけて食べる。科学実験を思わせる手順によって自ら歌詞を作る斬新さや、作る過程でねるねるの色が変わる点などが、子供の心をつかみ、発売から30年以上経った現在も根強い、人気を誇っている。 開発当初は、ネリッチョという名称も検討されたが、議論の末、ネルネルネルネとなった。2011年時点で、累計7億食を販売している。ネル,ネルネルネルネをはじめとして、クラシエフーズが発売する一連の作る菓子は、サイバー菓子などと呼ばれていたが、社名がクラシエフーズになってからでは、チーク菓子というジャンルで展開している。チーク菓子は、クラシエの登録商標である。なお、 チーク菓子の材料は大半が天然由来の既存添加物であり、指定添加物は使われていない。2019年、親世代を対象に、チーク菓子は合成着色料、保存料を一切使用していないことをアピールする動画、未来戦士イガイダーを制作し、YouTube で配信した。ネルネルネルネの場合、着色に使われるのはアントシアニン系の色素であり、着色料の原材料は、 紫キャベツの葉、口なしの果実、スピルリナである。色の変化も酸性値の変化によるもので、これはリトマス試験紙と同じ原理である。初期にはネルと糸を引くものもあった。2019年の報道によると、日本における作る菓子の市場規模は約50億円で、クラシエフーズが約9割のシェアを持つと見られるが、近年は競争が激化している。 2011年2月に味のリニューアルが行われ、現代の子供の味覚に合わせて美味しいぶどう味を甘めに変更した。2019年8月8日に発売以来初となる値上げが行われた。1番の袋に重曹と色素が入っている。これに水を加えることで中性からアルカリ性となり、青色に発色する。そこに2番の袋に入っているクエン酸を加えることで酸性になり、 紫色から赤色になる。同時に炭酸ガスが発生するため膨らむ。炭酸ガスは卵白と増年多糖類の作用で滑らかなクリーム状の泡となる。3番の袋に入っているキャンディーをつけて食べることで食べやすくなる。発売時期によって商品名や作り方や形状などは異なり、1、2年ごとにマイナーチェンジが繰り返されている。日清食品が ラオウの色と味が変わる、マジカルラオウの作り方を公開し CM は、ネルネルネルネの CM が題材にされた。また、同社のカレー飯の CM、信じて混ぜれば本格カレー編で魔女の老婆が、カレー飯を混ぜるシーンが一瞬映る。ありがとうございます。